スンガイブロー駅は、マレーシアセランゴール州スンガイブローにある、マレー鉄道とラピドキロリットルの駅。マレー鉄道のウエストコースト線と、KTM コミューターポート、クラン線、ラピドキロリットルのスンガイブローかジャン線が乗り入れ、接続駅となっている。マレー鉄道とラピドキロリットルは駅舎を一体化しており、コンコース、改札口は2階に位置する。出口は A、B、C の3カ所ある。 相対式ホーム2面2線を持つ地上駅である。駅舎は北側にあり、下りホームに面している。上りホームとは、構内の古墙橋で結ばれている。上下線の線路2本の間に通過線が2本ある。乗り場3階に島式ホーム1面2線を持つ高架駅である。プラットホーム上にホームドアを有する。乗り場フィーダーバスの乗り場ラピドキロリットル寸外ブロー。 カジャン線の開業により、フィーダーバス乗り場が駅と周辺の住宅街と直結するようになった。トランクバスは駅のエリアに立ち入ることはないが、近隣のクアラセランゴール通り沿いに停車する。バス乗り場は B 出口からのペデストリアンデッキで連絡が可能である。ありがとうございます。